皆さんこんにちは、茨城ほのぼのチャンネルです。今回はなんと和食里さんでうなぎとハモ食べ放題ということで早速行ってきました。こちらが和食里さんつくば店さんの駐車場になります。ちなみにお店は11時開店なんですが、11時ちょっと過ぎぐらいの、駐車場の状況になります。うなぎも楽しみなんですが、高級魚のハモ、こちらに関しては私は今まで食べた時ないので初体験ということで、こちらも合わせて楽しみです。いつも和食里さん来て思うんですけど、メニューの数が多い、メニュー表も多い、本当にね相変わらずすごいなと思います。釣りうなぎを食べる予定だったんですが忘れてましたね。はい、焼肉、すき焼き、しゃぶしゃぶどれかを選んで最初にね基本のセットが、到着します。今回はなんとなくねすき焼きをオーダーしてみました。前菜のつもりで、平らげたんですが結構お腹にたまりました。
かなり食べましたけど、やっぱりねおかわりはしなきゃと思いますよね。せっかくうなぎハモ食べ放題なので、こちらにねあとミニうな丼もね頼んで食べました。ここからは締めになります。今回の動画は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。相変わらずねメニュー豊富で満足なんですけど、人生初のね高級魚ハモもいただきまして大変満足しました。今回のね、うなぎハモ食べ放題のフェアが終わった後の次のねフェアが非常に楽しみです。和食里さんねかなり人気で、開店してすぐにね満席になってましたので、気になる方はね行く時には、予約された方がいいかと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。